あの一言お願いいたします。中本でございます。いや、もうやっと帰ってきました。47年ぶりでございます。ありがとうございました。そもそも戦争闘争覇権主義強い祝いで、存在しましたが、この野蛮な問題を一掃して世界は完全平和、戦争もいらない、悪はない、戦国時代はない、これで、完全に平和を保障されたと、私の新決定で保障されたもんだろう。よろしくお願いいたします。新しい時代です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました、今後ともよろしくお願いしますというのが袴田さん。